これから2021年のポストシーズン開幕だ。そして今日という日をリーグ2位という立場で迎えてしまったジャイアンツ、昨シーズンとは立場が違う。今季は挑戦者という立場からファーストステージファイナル日本シリーズ日本一という目標を成し遂げることになる。昨シーズン以上に日本一の難易度が上がってはいるが、もうこればかりはね、ペナントレースで負けてしまったんでしょうないでしょ。だからここから勝ち上がっていけるように、これからですね、1個の動画につき1試合ポストシーズンの戦いをプレイしていき、その1試合は全て丸々ピーマンの手で操作しやっていく予定です。これから試合をプレイする前に、まずは両チームの成績を比較するとこんな感じです。上がジャイアンツ、下が広島カープ。一目見ただけでどっちの方が強いかっていうのはもう明確わかるよね。順位が表してることもそうですけども、チームの指標的にもこっちの方が圧倒的に優れてる。投手力はトントンやけどね、ただ打撃力があからさまに違いすぎる。てか、なんでジャイアンツはこの投手力とこの打撃力で優勝できへんかったんやろかね。それはただ一つ、誰にでもわかる謎答えですね。俺がいたから。順位が変動しそうな戦いで毎回チームを負けに導く俺がいたから、二度言った。だってそれが全てだからね。ということでこういうことになってるが、今そこに対する嘆きの時間ではないから、それは一旦置いといて、何度も言うチームの成績を見比べても明らかにこっちの方が上であれば、これから戦う結果も上にならなくてはダメだ。次はカープの個人成績をメンバーから確認していくと、投手はこんな感じで、まあ、相変わらず大瀬良、信頼できるね、こうやって結果を残す投手はいて、森下もいいですよね、床田に関してもいい。おそらく 1,2,3 この選手たちが出てくるんじゃないですかね、3戦目までね。でリリーフもね、一岡が今季は守護神で結果を残しとんのよね。カープといえばその最近は守護神がね、固定できなくて悩んでるチームですけど、今季に至っては違いますよ。昨シーズンもね、クローザーはいなかったんですよね。みんな結構セーブついてるでしょ。まあ一応か、昨シーズンから任されてたらしい。で今シーズンはもう完璧に定着して41セーブ防御率 2.77、 戦う機会は多いですけど、やっぱ打つのは難しいよ。あと今村とかもね、数字を見る限り復活してるとも言えるし、まあでもそれ以外はそこまででもないんでね。まあ当初はこんな感じ。次野手で見ていくと、このチームには首位打者の鈴木誠也がいる。まあつっても3割1分2厘程度で首位打者、どんだけ打点やねんっていうね。あとチーム全体で打率がものすごい低いです。鈴木誠也だけ3割打っていて、それ以外はね、2割8分を超えてるバッターもいない。スタメンで見ていくと、ここに並んでるオーダーで見ていくと、2割6分超えてるやつが他にいないんでね。まあでも本塁打はチーム全体で結構打ってきたりするし、結構直接対決でも分が悪かったりするチームなんで、厄介なチームですよ。相変わらずこの全然テンション上がらない BGM 鳴り響いとるけど、これから10月9日 CS ファーストステージの第1戦目をプレイしていこう。こちらはムーは相手投手はやはり大瀬良を出してくるね。でオーダーに関しては前回動画終わりに全部作ってるので、とりあえず投手にしてもこんな感じで、スコットがこちらにいるんでね、今季シーズン中は一度も使わなかったんですけど、まあだからこそこのポストシーズンカープ戦相手でちょっと出番があれば出していこうかなと。いや絶対出していきますよ、1戦目からね。ただ状態の悪さを考えたらね、なかなか厳しいかな。あと打線に関しても今のところはこんな感じ。ただこれから戦っていく中で変えることはあるかもしれない。東京ドームで行われる戦い、まずは1戦目絶対に落とさぬようにね。もう CS ファーストステージに関しては1戦目落としたら大体 80% 以上の確率で負けた方がそのまんま散っていくねんな。そっから逆転できることってすごい、もう例が少ないから。で負けたら例外になれるとも俺は思えないとかね、そんな力もないし俺には。だからやっぱ1戦目を確実に勝って、2戦目勝ったら CS ファイナル行き決定やなという、まあ安堵感を持ったまんまやるのが一番いいと思う。プレッシャーに弱いんでね、そういうプレッシャーから逃げて逃げて逃げて今の俺がいるんで、今日は逃げれないんでね、もうとにかく1戦目まずは勝って、プレッシャーのない第2戦目を作りましょう。うわ見てくれ、もうめっちゃ活躍しとんのよね。ただね、そんな活躍したイメージは全ての選手に言えるがないのよ。だってペナントレースの戦い基本オート進行で、大体ね80試合以上半分以上がオートで進行したから、だから数字を見せられてもなんかあまりねこちらとしても手応えがない。全部俺がやってた流れでこんな数字だったらすげえでしょって自慢できるんだけど、ほぼオートで進行したんで、8割オートで進行したんでね、だから俺としても、あそうなんだ、そんな数字なんだって改めてここで見て思うよ。視聴者目線に立ってね。まあでもほんと使いやすい投手なんでね、だから第1戦目、まあ状態の良さとかもあったけど任したんで、絶対に抑えていきましょう。ムーアで打たれたらもう正直あと2戦目負けるわ。もう簡単な投手ですよ、このカーブ。左バッターからしたら地獄でしかないカーブで、次このストレート、もう当てるが精一杯な流れで3球種目のこのサークルチェンジ。
これで打ち取れんねんな。おお、当たるな。こんな感じで。まあでも使いすぎは注意だから気をつけないとな。カットボールとかも織り交ぜたり、まあ球種を続けるのも全然いい話だから。あー、ちょっとカットボール変化量はえげつないんだけど、球威が他と違って劣るんでね、投げづらさがあるな。あの球威は危険。いつも言うとるが、本当あの球威は危険すぎる。もう CPU 大好物球威なんでね、変化量、コース、もう全てを無視してどんなやつでもホームラン打ってくるから。おっと、これもまたいい感じでサークルチェンジが抜けとんのかな。なんか三振奪っちゃってるね、2者連続、気持ちいい。まあ、ただね、ちょっとここ西川に対してはサークルチェンジ封印しとくわ。やっぱ初回から使いすぎるとあとねダメなんで、この連続三振の流れ、まあ、サークルチェンジできてるから裏をかくつもりで、こうストレートでね3球連続、まあ、ちょっと1球外して高めの釣り玉的な感じで、うん、まあそれはフランカ。じゃあここカーブでね、サークルチェンジはやはりこのバトルでは使わず、完璧、最高な立ち上がり。でもこの後が最高であるかどうかは全く関係なくて、結局その最高を作れるかどうかはその時の俺次第で、うん、現在の俺がいいから未来の俺がいいなんてことはないんだよ。人生そんな簡単じゃねえから、言ったろ、簡単じゃないから苦しいね。その苦しさから逃げに逃げて逃げて今の俺がいるんでね。また自分の人生後ろ振り返ってたね。やめよ、振り返っていいものじゃないから。さあ大セラ打つこと考えましょう。ちょっと能力を改めて確認していこうかな。このペナントを通してだいぶ能力も上がってると思うんで、さらに強くなってると思うよ。わーん、やっぱ大セラといえばこのカットボールかな。縦カットと横カット、球威もあるからもう基本ベストピッチ、スタミナもあるんで長いイニング投げてくるでしょうな。ほんで今日のカープのリリーフ陣、今村絶好調、アドアも絶好調か、一岡に関しては不調とはいえど、まあ打ちづらいことには変わりがないのでね、大瀬良から取った少ない得点を守って勝つっていうのが理想ちゃうかな。一番山原哲人、シーズン中と同じです、取るようですよ今季のね。間違いなくその金額に見合う活躍、まあ、個人的にもうちょっと求めてたんですけどね。まあまあまあ、でも加入したことによって間違いなく巨人は強くなったからこそ、なんで言う、やめよう。そうなるんよね結局ね。この選手活躍してるからって自慢したいんだけど、自慢しようとしたらじゃあなんで優勝できへんかったんやっていう謎というか、なんか来るからそれが、でそこの葛藤に飲み込まれて、なんで優勝できなかったんだろうなタイムに入るんでね。だからあんまり選手の成績については触れん方がいいかもしれない。触れずにもうほんと得点取ることだけ、今の俺の脳内メーカーも得点のトク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 って感じなんで、それしか考えてない。で球数もやっぱちょっとこのポストシーズンはより粘ることを意識してね、打てないのであれば初球から相手に振りに行かない、試合テンポはちょっと遅くなるんだけどね、まあそこはしゃあない。でも初球基本見るよね、ファーストストライク1イニング目は振らないよ、振るしないよ、まあ甘い球が来るかもしれないんで一応強振で待機はしておくが、ないよねそんな球もね。100球中1、2球じゃないですかね、その1、2球を完璧に捉えきれるかが今日の勝利の一つキーポイント、鍵になってくると思う。俺はそう予想するよ。もう完全な打ち損じ、力ゼロ、力感ゼロ、坂本のあの肉体から放たれるような打球じゃない。あの丸が絶不調なんか今日、うわーこれはきついな。いや今日打順入れ替えた方が良かったかな、事前に作ったオーダーですけど、やっぱ調子に合わせてね、逆に状態良かった選手結構ベンチにちらほらいたんで、丸を外すっていうのもリアルじゃ考えられないよね。リアルじゃこのパラメータ出ねえから。まあでも外していいな、出てるんで、このゲームのその特徴を生かしていかないと。顔紫色のやつをこんな短期決戦で任しちゃダメ、それも3番でね。打順落とすとか、やっぱスタメン外すとか、いろいろと試行錯誤していこう。おーって言いながらその選手で打って、あ、これ右中間2ベースやな。オッケーオッケーオッケー、センター長のね。あ、3ベースあるな、これ。いけるいける、あー、いけへんか。まあ、ここでストップです。さあ、4番岡本和真。もうシーズン中の成績については、こちらは特に言うことはないですね。うん、しょぼいの一言ですよ。言っちゃったよ。まあ、でもここで打ってくれたら、状態絶好調や。これは期待できんで。ああ、打ってよかった打ってよかった、もう見んでええよここは。あっ、来たんだけどね。あっ、もう最初の1球目のストライクと2球目のストライクに関しては打てる球よ。
状態絶好調の4番なら打たんと仕留めんとダメだわ。最後の1球はもう完璧に決まっとるから、だから1球目2球目打ててない時点でああなることが決まってたのよ。初回まずチャンスを作ったのはこちらでした。しかしそこから得点を取れない。やはりチーム大瀬良すごい。短期決戦って感じやね。そんな打ち合いな短期決戦にはしたくないからさ。鈴木誠也今季の首位打者っすよ。対左めっぽう強い選手なんでね、ムーアからしたらより一番に警戒していかないとな。立ち上がりはパーフェクトだったけど、だっただけに2回いきなりこの鈴木誠也にカキンコキンバキンキキン、なんかいろんな擬音立てながらまあスタンドを運ばれたら最悪よね。このサークルチェンジ、いや今日ええね、一番いいわ、一番信頼できるよ。正直カーブの方が信頼感あったんだけどね、これまで。まあでもそのカーブもいいかな。やっぱちょっと使いすぎかな、もうちょっと散らしていこう、うん、もうここまで割合としてはカーブ4割チェンジアップ4割みたいな感じで来てるから、このカットボールもね。山田哲人がいるんだよ。まあ吉川直樹でも取れてるだろうけどね、さすが山田いいぞ。でこんなプレーでポジって終わりじゃない、レギュラーシーズンお前最下位のチームか。違うね、ポストシーズンに出てお前これから1位の横浜が待つハマスタに向かっている、現在形で行こうとしてるチームなんでね。だからもうワンプレーワンプレーポジってたり願ったりしても何にもならないんで、無駄なことは避けます、無駄を省きます。ほんと今まずは大瀬良から得点を取ること。ホームランでの得点ってないと思うんだけど、まあ一応強振でね、ないって決めつけたら本当にないから、あるかもしれない、あるかもしれない攻撃していこう。もしかしたら大瀬良が結構甘めの球投げてくれるかもしれないと思いながらね。リーズ来たしね、岡本のあの打席ね、あれ球結構甘かったよ。それを打ててないから今こんな状況になってるわけだもんね。で追い込まれたらさすがミート打ちに切り替えてちょっと流し打ちも使っていこう。追い込まれてから露骨にやっぱベストピッチ率も上がる感じするんで、強振では打てん。ただねこれ流してもセカンドの菊池がいるでしょ。流すことも正解なのか。まあ右バッターはあれやな、左バッターに関しては流し打ち使ってもいい。さあここで俺が取ったドラフト選手勝山隆平です、使ってます。でそれ以外にもドライチのね立原という投手も今ベンチに入れてるんで、中継ぎ待機させてるんで、それもちょっと出番作っていきたいな。このポストシーズンただ勝つことが目的じゃなくて、自分がこの物語で取ってきた、まあ、それは FA 選手しかり、架空助っ人しかり、そしてこの架空ドラフト選手、なんかそういう選手たち一丸となってファイナル行って、ファイナル勝って日本シリーズ行って、日本シリーズ勝って日本一になるっていうのが一番いいでしょう。無駄に2年間も積み重ねたわけなんでね、その中でまあ無駄に正直取った選手もいますよ。だからなんか使っていきたい、最後まで無駄にしておきたくないんで、だからまあ出番があればね全然出していこうと思ってるけど、球数はここまでもう2回にして30球近くか。いやいいね、粘れてるよ。さあここもここも、もうネバネバ、全員ネバネバ、クサクサ、ベチョベチョ、ネチョネチョ、気持ち悪いよ。今日の読売ジャイアンツ打線はね、いつもと違う、いつも早打ちですぐ凡退するようなチームなんだけど、俺がプレーする場合はね、今日は見る、全員近藤になっとるわ。そっから選べるかどうかは別として、もう31球超えたね。しゃ、そこからそれを売りに行っちゃう、お前元も子もないやろ。粘るはできたけど、あれ見ろよ。いやただボール稼いでんのは振りに行く意思がないからだよね。得点取ることを放棄しているから見れてるわけであってね、もうほんと見てるよ、見れてるんじゃなくて見てるだけだよ球を。あそこを見送ることが最も求められてる、それこそ近藤みたいにね求められてると思うんだけど、あれ振りに行ったら近藤でも何でもないやん、打つこと放棄してるだけの人でしかないから。まだこのボールカウントが増えだすと露骨にこっから打たれる率が上がるから、もう余計なことしないように。うわー今日の初一体で生まれた、めんどくさくなりそうやな、頑張るけどな。これから阿部か、巨人戦の阿部は打つイメージが強いね、主に菅野から。今日小林なんでね、こういう時のために小林入れたんで、わざわざスタメンで一回牽制、そんな走ってくるイメージもないけどね。でシーズン2個しか起としてない選手なんで、積極盗塁とかもついてないでしょ。ということを考えたらそこまで警戒はいらんか。走ってきたーがアウト、よーしナイス小林、起用が当たった
自分の取った格付けとマルケスでは絶対にさせない場面だったんで、よっしゃ、やっぱまずはポストシーズン守備を重視すべきやな。守りから入らないと。だから入っちゃ負けるわ。ピンチが始まったが、ピンチは終わって、まあここで大瀬良なんでね。はあ、ヒヤッとした3回。もう相手のシングルヒット1本でヒヤヒヤしだすんでね、怖いよやっぱり。急に始まるから、恋と同じ野球って。それまでお前全くフラグも何も立ってなかったのに急に打ち始めるってことよくあるんだよ。そこに恐れてる。ヒット1本、フォアボール1つ、エラー1つとかね、あとピッチャーのヒットからとかでもあるんで、全てのきっかけが怖く、まあ、そのきっかけを作られないように4回以降も投げていきましょう。作られかけたけどなんとか回避できた。で、小林誠司、打撃はあんま来てない、してないですけどね。ただね、このペナント通してミートが結構上がってるから、今タイミング D あるんだよね。もっと D もないよ、 E もない選手ちゃうかな。これまあ結構打ちやすかったりするんちゃう。まあミートポイント見る限り、これまでの小林とは違う、ある程度成長してるこの2年間の中でね。打ちやすさはないけど、比較的にこれまでと比べたら打ちやすいってだけであったね。今単体で見たら全然そうでもないわ。まあ、粘ろう。寝ちゃつき、粘つき、くちゃつき、とにかくなんか茶をつけよう。おーおー、いいよいいよいいよ。これフォアボールで出塁なんてなったら結構期待できるけどね。見ます、ここは見ます、ボス見ます。うおえー、広いね外。もう審判が言うこと絶対なんですけどね、今最初一塁ベースに歩いて行ってたよね、小林も。俺もそのつもりだったんだけど、審判だけが違った。多分バッテリーもそう考えてたんだよね。うわ、小林なんかフォアボール与えてしまったって、あの優しい大瀬良ですら一瞬表情が曇ったように見えたんだけど、審判だけが違ったね、みんなの思惑と。まあ、そういうこともあるんだよね、野球というスポーツ。しゃあないわ。いやでもね、結構制球アバウトになってるよ。ピッチャーに対してもこれはもう今コントローラー置いてますからね。あ、まあ、こうやって適当に動かそう。あらら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 ら、あれれれれ、これ待って、さっきのボールだったらお前ノーアウトランナー1、2塁とかあったやん。無駄なタラレバー、いや無駄でもない、やっぱボール臭い。審判がストライク打ったストライクやな。うしゃー、でも結構フォアボール。よし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 、さあここから山田坂本丸ですよ。なんか笹岡言うとるけど早いだろ、ぼやく態度悪いし。これでも一塁ランナーがムーアなんでね、簡単には返せねえぞ。まあ、とにかく繋いでいこう。繋ぐか、まあ1、いや繋ぎやな。で、月シフトになってるんで多少1、2塁間が空いてるから、長押し打ちとかも使って当てれるかは別にして。当たらない、全部早いね。あー今最悪、あーもうこれは山田哲人、頼む、走れ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 、走った走った結果のこれが得点を取る前にまずはゲッツーを離して、いつも通りといえばいつも通りですけど、そのいつも通りがここにあったらまずいねんな。そんなことみんな分かってんだろ。これもう重々承知の上この試合のスタートボタンを押したのになおやるっていうね、避けられない運命ってやつ。いつも通りなゲーム展開です何の変化もない。で、ここから相手は2巡目入るわけなので、より警戒していこう。これまでとはちょっと組み立てを変えていかないとな。ボールも多め、相手と違ってここまでまあ球数はそこまで多いってわけでもないんでね。前からこのカーブとかタイミング合ってないけどね、まあ、それだけムーアが切れてる球を投げてる。ああ、いいねいいねいいね、相変わらず相手は全然打てそうもないわ。まあ、でも続けすぎは何度も言うが注意厳禁で、インコースとかもね全然投げていこう。基本イン外イン外イン外とかね、高低高低高低とかね、変化球ストレート変化球ストレート、ばらつき持って投げないと。同じコースはやっぱ怖いから、同じコース同じ球種ね。おほほほほし、また三振。いやー気持ちいいな、三振の内容が良すぎるよね。3つ、まあ、数としては3つしかっていう言い方で合ってんのかな、まあ、3つも奪ってるけどここまで。いやでもその3つが最高の取り方でしょう。全くもう当てささずって感じなんでね、手足出させずって感じで、ね、完璧。でもこの内容からほんと豹変するからな、あからさまに今ムーアが打たれそうな気配なんてないやん、ないけどやから。
あ、もう一塁ベースカバー入ってるんだからロペス危ないな。もう結果アウトだったらね、どんなポロリがあろうが、もうなんか腕飛ばそうが頭飛んでいこうが別にええけど、今危ないから、その辺気をつけてほしいな。そういうね、なんていうのかな、心配がまた打撃の方にも影響があんのよ。あんなことあったよなって考えてる間、あっという間抑えられて5回裏青表迎えてるとかね。打撃に集中できる守備環境、守り体制を整えてほしい、ジャイアンツの皆様にもね、一プレイヤーからのお願いです。作ってください、そういう状況を。おし、うまく打った。まず1本また出たぞ。これからやること、いや丸ね、これ送りバントで言えば、やっぱこの後の岡本状態いいんで、坂本で盗塁を仕掛けるっていうのも、ナイザーの肩能力はどうやろうかな。そんな悪ないよね。あ、磯村か。え、アイザーライト、レフト、鈴木。見てなかった。こんなはちゃめちゃな起用法しとんのやね。最悪外野で起用するのはまあええとしても、逆じゃないと思うんだけど、まあええか、ええわ。まあライトアイザーなんでね、その辺もついていこう。磯村そんな肩能力ないしね。だから全然坂本でも決めれるような気がするんで、隙があれば行ってみようと思う。一応これ、盗塁体制ね。なんか警戒してる感じはあまりないけどね。初球牽制はなかった。ああ、まあでも来るわな。やっぱ完璧に盗まないとな。おあんまり無茶もいらんかな、このシチュエーション。まずボールだよ。さっきと同じ。ああ、まあでもここで入れてくれ。ああ、来るか。まあこのカウントちょっと動いていこう。ゴー。で、まあ、盗塁はアウトー。遅い。アシストあってなおアウト、変化球だし、丸は三振でええと思ってたんですけどね、まさかの坂本もアウト。思ってた展開と180度、あ、もう全部違う。どうしよう。まだ野球は続いている、攻撃は続いているんで、4回裏岡本のお助けね。さっき打てなかったあの甘い球がもう一度来たら打つ体勢を整えておこう。いや、 やっぱ今日制球ちょっと悪いよね。いや、球数稼いできてる影響が出始めてるのかもしれない。スタミナも減り始めてきてるんで、なおさらここからより投げづらくなるよ、いい球っていう。凡退はいいよ、凡退は。でもその凡退やめて、本当にね、もう全部の感情を奪われるから、その凡退に吸い寄せられる。これから頑張っていこうとか、横浜の元に行こうとか、なんかお金持ちになろうとか、人生成功してやるとかいう、もうそういうなんか、思い全部闘争本能ってやつがあの凡退に奪われるんでね、勘弁してほしいっす。あれ凡退の中で一番もうモチベーション下がる凡退のなり方だから。いや入ってないよ。まず入ってないよな。まず入ってないにしてもツーベースか。いや、シングルで済んだ。そこは助かったな。いや、鈴木、今日このサークルチェンジは打たれてなかったけどね。あと盗塁、お前成功率やべえ。36で14ってことは成功率5割、いや4割よね。積極的に盗塁仕掛けるけど下手っていうね。トリプルスリー目指しとったんかな。いろいろと足りてない。打率だけだよ、足りてんの。本塁打も足りてないんだから。もうこのシチュエーションも要警戒やわ。全然来るよ、これ。一つ見る限り。まあでも仕掛けられてもなおセーフになるんじゃないかな。エンドランとかもあるしな。うかつにちょっと安易に投げない方がいい。もう一球牽制。ロペスは一塁の守備が硬いので、あの辺の牽制は多分取ってくれると思う。全部多少ミスっても。ストレート、うん、いいね。もう一球牽制。動きはない。もう最後カーブでいいわ、シンプル。今日はここら辺から、うん、大丈夫大丈夫。まずは相沢を仕留めたぞ。ただちょ、ランナーがストレスやな、カープ戦。下手な上に動いてくるっていうのが余計に厄介ないよ。ね。動くというそのことが、動かれるということがストレス。初動の動き間違えた。坂本なら取れるよ。取ってだよ、本来ならね。でも俺が間違えたね。全てミスったね。だから負けんのかって言ったらそうじゃない。あからさまに最初打球と逆の方ついてるから。落ち着け落ち着け。初ヒットを許したこの阿部ではあるけども、冷静に行こう。ここは冷静に対処する。もうランナーの動きは警戒しなくていいから、バッター集中。
うーん、いいよ。こっちに集中できたら打たれへんね。って言ってるそばから、危ない。そして乗り越えた。さあ磯村、次ピッチャーとはいえど、まあまあここはもう磯村を抑えること、集中して抑えていこう。下手に満塁で大瀬良っていうのもそれはそれで怖いシチュエーションなんでね。抑えれる対象物が目の前に立ってる以上はこれを抑えて終わろう。なんか一塁方向にめっちゃ強いだけ飛んどるけど、終わろう、終わるよ。ちょっと一球外すわ。なんかこれ安易にストライク危険なような気がする。インコースのストレート、クロスファイヤーで最後ナックルカーブ。はい、打たせて取った。あぶねー。紙一重でこのイニングに関しては良かったと思う。なんとか紙一重で乗り越えられたっていうのが正解やね。一歩ずれてたら、一歩じゃないな、 0. 半歩、 0.1 歩少しのズレがあった、まずいことになってたんで。あーやばいやば、あからさまにちょっとカープギア上げてきたというかね。なんかさっきまではこっちが攻撃してたけど流れ変わったよね。こっち守りボーボー、相手こうこうって感じなんで、攻防戦にしていかないとね。相手の攻撃ターンがあってもこちらも次また攻撃していかないと。今ちょっと押されつつあるな。ノーチャンス、ノーチャンス、二度言った、だってノーチャンスだもの。さっき小林の時それ取ったような気がするけどね。まあ後から言ってもしゃあないが、取ったよね。でもノーチャンス、泣いて。ストライクゾーンに来る球全部打てそうなかったわ。打てる感ゼロ、ゼロはゼロのまんまだったね。足しもなし、引くもなし、かけるもなし、割るもなし、ゼロはゼロだよ。無理やわ、球数これで69球目。次の1球がだいぶ減ってきてんだから、スタミナもうちょっと甘めの球威の球目立っていいと思うんだけどね。序盤より中盤の方がベストピッチ率上がっとるで。あーん、ノーチャンス。声がちっちゃくなっていく、打つ自信がないから。見るもないな、これ見てるとあっという間追い込まれるから。もうこれだけ球数稼いでるんだったらもうちょっと攻撃早め打ってもいいわ。抜ける、さすがの菊池もそこにはいないんでね。さあまたヒットが生まれた。これ次亀井で、次小林のとこね、代打考えてもええわ。早めの攻撃でいこうと思うんで、得点取れるのであればもうここから代打送るし、なんならムーアン大使も代打、またダイソーも送るよ、ランナー大使もね。まずは勝山で、足早いんで別にここはダイソーはいらん。ただかといって盗塁を決めようとは思わへん、さっきの失敗もあるし。より警戒されてるんでね、坂本以上警戒されてるわ。でもそこだけ警戒してくれてる流れでこっちにねおろそかになってくれたらいいんだけど。うん、ええよええよええよ、まあ、これ一応ね盗塁のサインにしておこう。盗塁体勢ね、リード大きくなると思うんで、ヒット打ったら一気に三塁ホームまで行ける可能性もあるよ。おう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 おお、あ、まだまだ終わってない。よし、これは落ちる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 、絶対落ちる。よしよしよし、これはちょっと池本まで行ってもいいんちゃうか。いやいやいや、まあここで止まった。こうでセンターセンター、あ、セカンドアウト。もう遅いわお前、勘弁しろよお前、ここでアウトがセーブが全然ちゃうぞほらお前。亀井さん足遅なりすぎ、長野もだいぶもたついてたんですけどね、余裕なアウトじゃないですか。センター褒める部分なんて何もないで、ボール到達するまでクソほど遅いし。でもそれより遅い亀井がいたんでね、うわ、もうワンアウトランナー二塁三塁だったら確実に取ってたよ、スクイズとかいろんなやり方で、いつも通りゴロゴーとかでね。それがなくなった今どうする。小林、試合後半も小林の肩能力がかなり必要になるんだが、まあしかしこのチャンス取っておきたいんで、やっぱマルケス早めの攻撃していこう。交代ね、ここで引くか出るかで全然この後の展開が変わる、いいも悪いもね。俺は行くよ、できればワンアウトでこのマルケスを送りたかったんだけどね。かなり打ちやすい状況なだけに打っていこう。ああ、もう全然打っていいわこんな1球。あー、流して流して、田中のミスはないかない、あれ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 、何もない、とりあえず亀のせいや。
いや、足遅ほんま、ちょっとノル確認させて、いくらなんでもやで。言ってたやん、昨シーズンの仮面、あれでツーベース連発しとったで。今季できないってことは、その能力の衰えがあるから？え、でも走力依然 C の61。いや、でも衰えてるわな。B 近かったもんな。走塁能力、特殊能力とかもついてないから。うわぁ、もうここの衰えを考慮した上でやっときゃよかった。別に2塁までいかんでもランナー3塁にいるんだから、まあ、ゲッツの可能性もあるけどね。ただ、得点取りやすい状況だったもんなぁ。ワンアウトであれば。うん、まあ、いいや、もう、マルケス、そのまんまもう守備につかして次の打席も立たしますよ。はい、いやー、取りたかった。ほんで今日の投球割合こんな感じね。やはりナックルカーブの割合が一番多い。これは後半の戦いに関しても同じくでしょ。変える必要はないでしょ、そんな打たれてないし。やはり一番信頼できるかな。まあ、サークルチェンジの比率をもっと上げてもいいかもしれないね。前半 35% をナックルカーブだったのであれば、後半このサークルチェンジを 35% くらいの割合でこっち主体的にいった方がいいんじゃない。はい、完璧。ピッチャーに対して投げる一球じゃないね。大人げね。いや、でもまあ子供扱いして打たれるのもあれやし。あら、危ないな。おお、なんでもこれね。まあ、菊池らしいっちゃらしいけど。あれ、ボール投げてたんだけどね。オーケー、岡本。あと、めっちゃ早い終わったね。初回以上にテンポ良かったよ。だけに。この後ムーアのところ代打送るか、どうする。いや、この流れで抑えたからこそやっぱ次も行きたいっていう思いが湧いてきたから、ここでの代打はないわ。相手がやっぱ投げてる以上はこっちも変われないというか、そこはやっぱこのね、大事な1戦目任した投手だからだよ。例えばこれが第3戦目であればね、いいよ、変えていくよ。ただ1戦目なんでね、信頼して第一戦目を任した投手をここで変えて、相手以上に早く変えて下ろしてっていうのはない。この後ももうなんなら9回まで行こう、完封で。まあでも9回投げ終わってそこで試合終わるかどうか分からへんけどね、今の展開考えたら。もう得点取れそうな兆し、予兆みたいなのはあるかな。あとは本当取るだけよね。それがむずいんだわ。予兆とか兆しはあっても取れないんで。ランナーは出てるよ。二塁ベースも三塁ベースも結構組めてるよ。でも取れないってなったら、やっぱそこからの一打が出ないチームなんで。ホームランか。もうランナー貯めずにもう一撃打てる選手が一からやん。結構ね、5まで揃ってるんで。簡単な話、ホームランやな。取るんやったら。あ、ダメだ。打ち損じまくり。こっちもあっという間終わるよ。お前同じような攻撃してんじゃねえか。ピッチャーから始まったとこね、全く同じ6回表と6回裏変えていきたい。同じである必要がない。同じ、いや、そんなカープに染まりたくないし、またカープもこっちに染まってほしくない。よし、互いの特色がぶつかり合う、そういう戦いがこのポストシーズンは求められてるんだよ。面白いね。これも盗塁仕掛けたいんだけどね、これ仕掛けて決めたいんだけど、できそうないかな、やっぱり。一応盗塁の体勢だけはやっぱ整えておくけど。おおお、落ちるな、落ちるな。あー、ダメ、あー、ダメだ、弱すぎる。いつもの丸だったらもうちょっと早い段階でセンター前くらいに落ちそうなんだけど、状態の悪さ出すぎ。結局6回得点取れず。7回、ラッキーセブン。いろんなことが起こるラッキーセブンです。7という数字、あまり俺はときめかないかな。どっちかといえば、この7回に相手に得点を許し、こっちに失点が増えるっていうケースが多いので。ほれー、言ってるぞ、からあのカーブが打たれ始めたらもう終戦の時やわ。何の希望も持たず野球というスポーツをやらねばならぬようになるぞ。あれ、いきなりだからかな。初球っていうのが愛だったかな。これまで結構投げてたんで、初球。考えられる球種だったよな。で、さっきお前、フェンチョクの鈴木誠也。これ、ランナーもええわ。ムシムシムシ。まず目の前の対象物よ。これ、カーブ、ボールから入ろう。おお、やっぱ狙ってる、あからさま。あのボールでスター振ってくるんだから。あからさま狙ってるよ。なら、ボールの方がアウト取りやすいってことでもないのか。いやでもね、ここはもう鈴木誠也に対しては基本球威が C 以上あるようなこの3つしか投げれないわ。カットボールとツーシームは怖すぎる、球威的に。サークルチェンジいってみよう。
ウォッシーぞ、いいぞ。でまた同じくカーブ、この辺。あそこは振らへんのかい。いや、もう一球続けてもいいと思うんだよな。あの辺初球振ったのであれば続けてきそうなんで。見るんかい。さすがやね、リーグ最強打者。今日はやっぱこのサークルチェンジかな、信頼できるのは。これをこの辺に抜けるー。さあ、やばくなってきた。終わりが近いか。終わりたくないし、やりたくもないし、なんかやっとるし、態度悪いよお前。何それ、サイン出す時ぐらいもうちょっと張り切ってやろうぜ。何もってあるっすよ、俺は。こんなもんサインね、野球嫌いなんか。なんで監督引き受けたん、なんかコーチやったん。意味がわかんねえ。誰、ああ相澤か。めんどくさいのが続くな。これゲッツシフトでいいわ。やっぱ2つのアウト一気に奪いたいから、相澤であればなんか子宮の特殊能力働いてやがるけど。なんだよ、山口俊いないからそれ消えなきゃダメでしょ。2020年持ってんのおかしいよ。ストライクって言え、広めで。このナックルカーブを打たしてショートゴロでゲッツーっていうのが一番理想なんよね。正直三振取るよりそっちの方が欲しい。もう一球ナックルカーブ、あー三振取っちゃった。まあでもこの後もね、ゲッツーよく打つ長野なんで、その辺も相変わらずやっぱ引っ掛けさせてっていうかね。ただやっぱ前のバッターから結構同じ球種続けてるんで、ここはちょっと間合いというかタイミングを変えるべく、カットボール、あー決まれよベストピッチ。あーちょっといかん、やっぱこの9位 E ランクは投げづらい、この状況。やめよやめよ、相変わらずゲッツーシフトでやっぱナックルカーブかな。でもなんか狙ってる感じするんだよね。これもう一球ナックルカーブでいいと思う。狙ってもな、打てんわ。いや、みんなや、みんなや、そこで見るはないんだよな。ちょっと待てよ、もうそこ見られたらどうしよう。あすごい迷ってる。いつも以上早い、これね。やっぱサークルチェンジかな。まだ投げてないよね、この打席。アウトコースかな。この辺。よっしゃー、でも一つアウトやな。ゲッツーは無理やわ。一つアウトで、この後磯村じゃない、阿部か。どうする、やっぱ1打席目状態の良さ、打たれてる印象考えたらこれ申告敬遠するわ。でも敬遠して次磯村キャッチャーのとこなんて代打来るよな。ほんでベンチ見る限り能力の高い選手でいうと、まあ松山龍平、左はそんな打つイメージないけどね。左に強いってなったらピレラとかもそうか、残ってるから避けたところで。いや、まあでも状態絶好調な選手に関してはいないから、好調程度なんで、やっぱ阿部はないよ今日。打たれるイメージが出すぎてるから、打たれそうな感じしかしてないから、ここやっぱこの申告敬遠を利用して、次のバッター誰で来るのか分からへんけど満塁にして勝負やな。まあ賭けに出ましたよこれも。出た結果どうなるか、なんだこういう状況です。で打席入ってるのは右バッターじゃないってことは磯村代打ないのか、ないんだね。あ、じゃあホッとするんじゃね。抑えてホッとしろ。初めてホッとできる瞬間はそこだよ。まだ早いから。守備や外野前進で、まず1球ストライクゾーン入ると打たれるケースがあるんで、外しておいて正解だったね。サークルチェンジ早い段階で使うで、結局はやっぱカーブなんで、うん、完璧。打たれるわけないよ。打てるものなら打ってみろ。お前が打てるような一球投げてるつもりねえから。はい、いや危ないな。インコースやな、やっぱカーブは。これクロスファイアのストレートでいこう。この辺、いやどっちどっちどっち、丸丸丸、うわ。本気でむせたわ今。吐きそうになった。危ねえ、今俺ライトで取りに行こうとしてたよ。あの打球言ってたら余裕でええやからね。落ちてるわ。はぁ、乗り切ったなんとかね。岡本から始まるところ、同じくチャンスを作ってなんかやっていきたいな。これ全く同じ流れなんでね、相手も。相手3番だったか、さっきはね。あ、まあまあ、でも同じような感じやわ。まだ大瀬名投げるし。うわ、もう血抜けだ、見せるに。本当に泣きたくなってきた。吐きたくなってきた後に泣きたくなってきたっていうね。感情がとにかく不すぎる。しまいには死にたくなってきたってなるんじゃないかな。粘った意味なしやで、ここまで球数稼いだ意味ね。あんた安易に凡退しとったら、何のためにわざわざ時間かけて粘ってお前ここまで来たいんだ。自分に尋ねてよ。
今の俺がお前10分くらい前の俺に尋ねてるよ、何のために俺は粘ったんやろうかってね、お前が粘ってくれて俺は今何をしてるんだろうかって自問自答タイム。もうこれも捉えきれてない、もう本当に何もできずに終わったらあかんや、相手はなんかやったのなんかじゃねえよお前、得点取られそうになったね、あっという間終わってんじゃん。ないダメ、何の力も感じられない。はい、アウト。7回終了。相手の7回は5分くらいあったんですけどね、リナ、こっちはもう何もなかったわ。あ、でまだオスラ来るんだ、まあありがたいですけどね、まだ来るのであれば。じゃあこちらもまずは8回。ただね、9回ってなったらさすがにちょっとスタミナ的に、もともとムーはそんなスタミナ多ないね、まあ、年取ってメジャーからね、こうやって海を渡って日本に来た選手なんで、今年齢で言うと35歳とかそれくらいでしょう。うわうわうわ、危ない危ない。まあ、だからもうこのイニングです、さすがにこのイニング終わりにします、次打席もあるし、うん、もういいよ、意地の張り合いは終わり。第1戦目任した、結果、いや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 、落ちるはない、落ちるはないぞ。なんかさっきからちょっとやたらとオセラのね、打たれそうな感じあったから、危ない危ない、あれ落ちてたらもう諦めてたわ、諦めが早いピーマンやけど、諦めるでしょ、全てを察するでしょ、あ、無理なんだな。あ、やめた、やめた、やめた、すぐ投げろ。もうトスじゃなくてやな、もうなんかもう親の仇的な感じでなんか投げつけてええねん、ロペス親の仇だと思ってね、なんでちょっと優しいの、ソフトなの、ほら、いやもうなんならグラブトスよね、あれ取ってから、あの体勢からグラブトスってどうやってやるか俺には分からへんけど、うわー、今のアウトにできるかできないかで全然変わったわ、このイニングの得点率、失点率がね、相手にとって美味しい状況だよ。で、菊池はバントで来ないか、まずカーブか、でまた牽制を入れる、まあ、こうやってしつこく入れることによって相手も動き出しづらくなるんでね、だからカーブとか投げれるようになる。もう1球牽制、1球投げることを牽制時間かかるわ、またカーブ、よし、しょ、外しておいてまたカーブで終われ、うんうんうん、あと1つ、もうこれバッター集中していく、次鈴木誠也なんだよね、西川うんぬん、西川を抑えれば済むんで、守備は定位置でいいか、さっきこのカーブ初球打たれたよね、この男に、しつこくいってみろ、あえてあえていくんです、打たれたら抑え返す、倍返し、もう一球なんなら、あーい、危ない、もうあかんあかん、タイミングバッチグー、危ない、危なすぎる、お前スタンドインでもおかしくねえわ、こいつシーム、はい、三振、はい、しつこく続けたのはこのためなんですよね、一瞬危なかったけど、まあでもあの球はホームランにはならないと思って投げてたんでね、作戦通り。大瀬良はまだ来て、亀井から始まるところ、亀井出塁、マルケツつないで、次のバッターで次こそ得点いきたいな、正直ここまで先般度ランキング1位亀井よ、足の遅さ、まあ俺の走塁ミスが1番なんやけどね、1位プレイヤーピーマン、実況者ピーマン、2位亀井やわ、この2人が先般、負けてないのを先般を決めようとしてるとおかしいけど、まあでも負けそうな雰囲気あるからあらかじめ決めとくわ、負けた時のために、さっきの走塁ミスを取り返すにはもうこの打席しかないと思う、何が何でも出塁だ、うん、いよいよいよ、これこの後ダイソー送る予定だから増田大輝いっちゃうよ、見る見る見る、甘くない限り見る、あ、いきた、ほー、取った気でいます、もうね、今日2個目で、待て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 、ダイソーを送らせろ、キャッチャーは相変わらず磯村よね、でここで増田、足にスランプはないから何の問題もないですね、増田で行くで、相変わらず磯村であれば、あ、簡単に決めれる対象やわ、もう牽制時だけ気をつける、多少スタート遅れてもなおセーフになるわ、今季8個の起投で8盗塁1回も失敗してない、盗塁成功率は10割 100%、 あ、でも最後まで1軍に入れてた割にはなんか盗塁起投数少ないけどね、そんなあまり出されなかったってことはないですよね、いやこれ外されてもなおいけると思うんだよね、ほんと牽制時だけ気をつければ余裕で、おっ、決めたけど決めたけど、今日一度現れた名前でも盗塁したいがために見送ってしまった、
打ってよかったよね別にあれ。でも打ったらあの手の打球って正面ついて飛び出してるからゲッツーもあったし、いやまあもう盗塁決めたことを喜ぼう。ここは待て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 、甘いで、ライト相澤、おー取ったけどグーでいけるわ。へーっす、これ鈴木誠也ならちょっとね判断迷うとこよ、肩えげつないからあそこからでもさせるんでね。でムーアン対する代打を送るよ。もうここを絶対取って俺もう今日これで勝つわ。吉川直樹で状態の良さとかね、足の速さとか考慮して、いやここはまずもうほんと三塁ランナーを返すことだけやから。相手は前進守備できてるよね。その前進守備を破るゴロゴーでバントはいらん。甘いよ甘いよ、さっきから何なの、3球続けて嫉妬じゃん。9位甘い、やっぱ露骨に出始めたね疲労が。さすがの大瀬良も厳しいよ。甘い、きたー、フェアゾーン、スタンドインまではいかないけどね、オーケーで、相澤なんてしとるからチンタラしとるで、お前スリーベースいっちゃうぞこの野郎。まあ、とりあえずここでスタンド、よっしゃしゃしゃ、ふぅ、取りたい得点がようやく取れた。よかったね、これまでの積み重ねが出てくれたよ、俺の作戦通り。これをしたいがために大瀬良からここまで球数を粘ってわざと凡退してきたわけではない、ガチで凡退をし続けてきたが、ただ球数を粘って凡退してきたので、よっしゃー、やるぞやるぞ。この1点で終わるつもりないから、ここで菊池康則、難しいイメージは特にないね、どっちかといえば打ちやすいイメージの方が強いね。まだ取れる、ほら甘い、帰るよ帰るよ帰っちゃうよ、山田哲人のあとちょっとのホームラン、うわおっしゃ、流れはこっちに来た。この試合もう完全にもらった、負けるわけないよ野球が楽しくなってきた、やっぱ得点取らないと面白くない、イエイイエス、よし、まだ取れるまだやれる、どこまでも取れる、もうあとはホームランで締めようか。出るよこの状況、これまで全く長打出てなかったやつが急に2射連続やからね。あーもったいない、もうちょっと調子に乗りすぎやわ。あのね、もう調子に乗るとすぐ何でも打ちに行きたがるんでね、なんか無敵感に包まれる俺がおんのよね。でそのまま無様に凡退と。3点あるか2点あるかじゃ9回の難易度違うよ。3点あったら勝利はほぼ100、確率100、ただ2点だとわずかながら相手のあれもあるしね、結局2点で終わる。まあでももう俺的には勝つために必要な得点は最初の1点で十分だと思ってたし、その後2点目まで取れたのであればもうやっぱ勝つわ。もう最後の締めはこれ9回デラロサですね、君に決めた状態の良さとか、あと今季ねもう守護神として活躍してくれた選手なので、あとは守備固めですよね。まずライトに俊介、こういう使い方しかできないから、あとユージをレフトに、で、待て、あ、違う。さ、なんかいろいろ違う。ちょっと待てよ。一塁ロペスのまんまで、サード岡本のところに山本を入れて、あとキャッチャーも肩能力的に山瀬の方がいいので、はい。これだけ送った以上は、あとはもう絶対に抑えて勝ちましょう。4番鈴木誠也から始まるとこではあるけれども、関係ない。何も関係ない。何かがそこから始まるわけでもないから。大丈夫。投球練習だけはちゃっかりとしっかりとしておこう。状態の良さ考えたらベストピッチで投げないとちょっと怖いよ。あ、いいね、いいね。投げやすいね。あとはこの緩急を生かしてね、完璧、打たれるわけないよ、やってみよう。この縦スラ、おお落ちまくり、綺麗よすぎ、おお、いいね。あ、次は動画の冒頭であのスコットうんぬん言うとったけどあかん、もう出せんわ、出せん出せん出せん、もうトゥーアウトってなったら出してもいいけどね、トゥーアウトってなったら、いやまあもう、いや、ええわええわええわ、もう今日はこういうゲーム展開でね、見せ場もいろいろと作れたんで、もうスコットの分は2試合目残しとくわ。そうしようそうしようそうしよう。もう無理から作らんでええわ。作ると怖いから。お前リアルなスコットの悲劇あるぞ。一つのアウトも取れずみたいなね。相手に村上がいないけど、村上に逆方向グランドスラム的なね。うわうわうわ、こういうこともあるからもう。だからスコットなんて出す余裕なんてないねんな。いやいや、もうこの後のバッターはデラロサでしっかりと抑えましょう。うわー、ここでイメージ的にちょっと一撃が怖い。松山竜平スピードボーラーに強いからね。今シーズンは1割9分3厘とクソみたいな数字上げた、数字は数字。これちょっと変化球でいこう。おーい、よかったね、あれあからさま直球狙ってたと思うわ。よし、これで2アウト、あと1つ。でもう勝負ですよ、もうここはさすがに申告敬遠はないから、うん、あと1つ、
はい、正面セカンドアウト。よーし、まずは絶対に負けてはならぬ第一戦目の戦いを2対0処理することができました。手に汗握る攻防戦、いやいいですね。勝つ負ける、うん、負けたくはないけど、まあこの先負けることがあればこういうゲーム展開で負けたいわ。これぞプロ野球っていう攻防戦じゃないですか。プロやね、オリックスには一生できない芸当ですよ。なんでオリックスが出てくるのか急に出てきたね、心の底からオリックスにはできないと思ったから、オリックスにはできないというワードが飛び出たんじゃないでしょうかね。はい、今日の試合はこういう感じで勝利して、あと今パリーグ同時進行でソフトバンクが3位、2位の楽天が戦ってるんですけど、どうなったんだろうね。ソフトバンクがこの CS ファーストステージで早々負けてくれるのであれば、こちらにとっちゃありがたいことですよ。日本シリーズ進んでこなくなるんだね。どやどや、あ、ソフトバンク則本完封してるわ。ソフトバンク相手にね、スコアで見ていくと3対0で楽天が勝って、そしてセリーグに関しても2対0、完封か。2位のチームが3位を完封して勝つという最高の勝ち方で、まずは第1戦目は終わりとなりました。そして次回の動画でプレイする10月10日第2戦目の戦いはこちら、今村相手床田が予定されてますね。この動画の最後に次回プレイする試合のオーダーを作って終わりにしたいと思います。先発に関してはこれも相性の良さ、あと今季活躍しとんのよね。規定投球回到達した中で防御率 2.74 で8勝6敗と活躍してる。これ動画の冒頭でも言ったけど、やっぱもう基本オートで進行しちゃったんでね、注目してなかったから思いのほか数字残してるって感じね。あとまあ何よりも使いやすいので、状態のいい菅野とかはいるけど、まあでもそれでもやっぱ今村かな。あとアイスカット状態絶好調、それでいて立原とか中川も、何それ嘘でしょ。まあ、とりあえず中川と立原に関してはこれちょっと使えないと思うんで、うん、でスコットね、実戦使おうと思ってたけど、この状態の悪さ的に厳しいぞ。まあ、でもなんか点差がいたらね、うん、どこかしら何かしらでなんか使おうと思ってるんで、まあ、とりあえずこれで OK で一応ベンチに待機させておきましょう。うわー、で打線も状態悪いやんけお前、何よ丸もお前マジか。いやこれね、一塁もうマルケスで言えば適性持ってるんで、やっぱ絶好調の選手いてくれた方がいいから。でマルケスの打順ね、この状態であればね、6番とかもそれくらいでいいと思うわ。状態の良さ大事なんで、ほんで逆に状態のいい亀井とかをこの辺置いて、みたいな感じにしたいと思う。1戦目とはオーダーを変えたことによって、まあ何かいろいろと変化はあるんだろうけども、それでも勝つのはジャイアンツっていうところをお見せして、次回早くも CS ファーストステージの勝ち抜き、そういう展開をお届けしていく予定なので、ここまでご視聴してくださった視聴者の方、またよかったら次回も見てくださいな。グググッバイ、次戦ご愛しやっしょ。